撮影日、2022年11月20日、やっぱりスズメはすごい。昨日までカバー付きバードフィーダーに飛びつくこともできなかったのに、今朝はあっさりと飛びついてしまうスズメさん。昨日偵察に来た時に餌が変わっていることを確認していたのか、カバー付きバードフィーダーの餌を持っていきました。スズメさんはケージの棒につかまり、首を伸ばして麻の実花からを剥いたひまわりの種を食べているようです。この体勢では長い時間ケージに捕まっていることは無理でしょう。もう一羽やってきて、仲良く肩を並べて止まりました。今度はケージの棒につかまらず、あっさりと中に入っていきます。今までのスズメさんたちのことを見ていれば、ケージの棒につかまれれば、次はケージの中まで入ることは予想できましたが、こんなに簡単に入ってくるとは。ケージの中に入れれば、餌は食べ放題、取り放題です。ケージの中に入れるのはスリムな体型なスズメさん限定になるとは思うのですが、他のスズメも真似をしてケージの棒に捕まって餌を食べたり、ケージの中に入れる子も出てくるでしょう。スズメさんたちを甘く見ていた私の負けです。このまま黙ってスズメさんたちの好き勝手にさせるわけにはいきません。隣の黒いケージと違ってカバー付きのケージはカバーを怖がって中には入れないと予想していましたが、カバーを気にしつつ入ってきました。このスズメさんたちなら警戒心が薄いので、地面に餌を巻いて、ザルの端を紐のついた木の棒で支えて、スズメが餌を食べたら紐を引いて捕まえる原始的な罠でも捕まえられそうです。鳥獣保護法違反になるのでそんなことはしませんが、賢い子ほど簡単に捕まってしまいそうです。スズメに限らず、野鳥やその卵を捕獲したり傷つけることは鳥獣保護法第8条で禁止されており、違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。何やらケージが騒がしくなってきました。餌場をめぐってスズメさんたちのバトルが始まってしまいました。10時30分を過ぎて、スズメたちの激しいバトルも収まり、シジュウカラさんたちが餌を食べに来ました。今日のシジュウカラさんたちは、どことなく、せわしなく急いでいるようです。やはりスズメたちと餌場を共有していることが原因なのでしょうか。またしばらくの間、
四十からさんたちにはひまわりの種だけで我慢してもらうしかありません。スズメよけの障害物をぶら下げてみました。効果があるのかないのか、まだ判断はできませんが、一応見慣れないものに警戒はしているようです。頭のいいスズメなら、すぐに安全だと理解するでしょう。一応、飛びつきづらくなっている感じです。スズメと私の知恵比べです。さあ、スズメさん、どうする？どう攻略する？四十から三を手本に攻略成功。一度攻略されてしまうと、次からは簡単にやってのけるでしょう。やはり餌を元に戻したのがいけなかったみたいです。明日からはまたひまわりの種だけにしてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。本日のナレーションはボイスボックス青山流星でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。